あなた運がいいんだって。先生こんにちは。皆様こんにちは。日本も近い将来入れ墨まみれ、タトゥーだらけの銀行員、警察官、教師などが増えると思いますが、すでに制服の下を追いかけだらけだったりして、昭和の人間ってやはり誤解、独断、偏見で見てしまう、仕方ないですよね。いや、日本はそこまで増えないんじゃないですかね。まあここら辺は雇わんくていいんじゃないですかね。その僕偏見じゃなくて、偏見ではなくて、ある程度はですね、もうそういう色眼鏡じゃないんですけども、差別じゃなくて区別したらいいと思いますけどね。これね、よくこういう話をすると、いやなんかアメリカでは普通に警察官とか消防士さんとかそういう人もタトゥー入ってるからみたいな、なんか反論する人間がいるんですけども、僕の知り合いのアメリカにずっと住んでる人の話聞いたら、アメリカでも大体入れてるやつどこでもねえよって言ってたんで、そう、日本と変わんないよって言って、アメリカでも、その、まともな人入れてないからねって、はい、言ってましたから、あ、そうなんだ、みたいな。そう、アメリカならみんな入れてるから、みたいなんですね。日本人の、それこそ勝手統計というか、勝手理論は、本当に勝手理論みたいで、そう、アメリカも、やっぱ、そうみたいですよ。アメリカの中でも、そう、タトゥー入れてる人は、日本ほどはそうじゃないかもしれませんけども、やっぱまともじゃない人みたいな感じで、思われるみたいですからね。まあそれはそうだろうなと思いますね。でこれは別に偏見でなくて、あ、まあそういう人なんだと思ってもいいと思いますけどね。その例えば女性のね、ワンポイントとか可愛らしいのとかね、眉毛に入れるなんていうか化粧とかが落ちるので、眉毛に入れる、まあ、タトゥーっていうんですか、ああいうのはいいと思いますけども、そのわざわざですね、全身に和彫りとか入れててですね、真面目ですって言われてもはーって話なんで、まともですとか言われてもはーって感じですから、まともの基準ってわかんないですけど、おそらく一般的に見るとですね、まともの基準はそういうのをまず入れてない人をまともと言うと思うんですよね。そしてタトゥーってわざわざお金とですね、時間とあと痛みに耐えないと入れれないんで、例えばね、ほくろとかあざとかね、そういう不可抗力で僕ら誰でもなり得るもので差別すんのはダメだと思うんですよ。自らのね、自分のマインド関係なくね、まあほくろとかですね、できたりするじゃないですか。それで差別偏見するのはダメだと思うんですけども、タトゥーってわざわざ自分で大金払って、あれ結構高いですからね、大金払ってそこの場所まで行って、でかいのだったら1週間とかで、いや1日とかで終わんないんで、一週間ずつ開けて、何週間とか通ったりとかですね、何ヶ月、筋彫りから入れてですね、なんかよく言ってるじゃないですか、ヤクザの人が、これ完成するまで、半年かかったからな、一年かかったからな、言ってるじゃないですか。そこまでの苦労をしてですよ。入れるマインドっていうのはちゃんと分かってた方がいいですよ。ああ、この人はそういうマインドなんだと。それがなんか、入れることによってね、プラスになるんだったらいいですよ。例えば病気でね、心臓にペースメーカー入れないとかだったらしょうがないですけども、タトゥー入れることによって温泉入れなくなる、普通の市民プール行けなくなる、保険も入れなくなる、あとなんか MRI とかですかね、やけどするらしいんで、病院の検査でできなくなる検査もあるんですよ。あと肝臓か腎臓かがどっちか悪くなるんですよね。そして人も皮膚呼吸してるんで体も悪くなるんですよ。ダメージがあるんでね、皮膚に。なんかそのね、体にとって悪いことしか起こんないんですよ。それでわざわざそんな苦労して入れる、そのマインド。そうそうそう、小林さんのようにマイナス面しかないんですよ、正直。それを多分全身とかやったら100万とかかかるんじゃないですか。そこまでして入れるのはちゃんと独断とか偏見とかじゃなくてですね、そういう人なんだと思っていいですよね。それはそう思いますね。まあ本当にね、僕はこれ別に差別じゃなくて、それ、あ、そうですね、キッド選手ね、山本キッド選手、僕も格闘家の友達多いんで、その説が実際あるんですよ。山本キッド選手はね、最初ちょっとやったんですけど、山本キッド選手もタトゥーだらけになりましたからね。なんか最初はね、遠征井上選手の元にいて、大和魂とか掘ってたんですけども、なんかそれもね、嫌になったのか、上から塗りつぶしてね、大和魂っていうタトゥーをね、で、すごい量増えてたんで、そう、その説もね、実際聞いたことありますね。あとね、僕のこれ実際知り合いいるんですけども、なんか日本とかはですね、ちゃんとそのタトゥー入れるときに、結構衛生面的にね、綺麗な、まあ針っていうんですか、マシンみたいに入れてくれるんですけども、インドかな、タイかな、何かで、僕の知り合いの方が若い時に行って、若い時のノリで、むちゃくちゃ安いんですよ、向こうって。
それに入れたらですね、肝炎かな、はい、なんか針を使い回されたらしくて、要するにで肝炎かなんか打つってですね、そうそうマックスさんのように、あの安かれ悪かれっていう、危ないっすよ、その針の使い回しとかされるとね。あ、もう本当にね、いいこと何一つないんですよ。僕はもう入れない方がいいと思いますよ。本当に何も得がないですし、人に怖がられるだけ、人を脅すだけっていう感じなんで、入れなくていいと思いますし、僕は銀行員とか警察官とか教師とかはそういう人なれませんって言っててもいいと思います。よくね、スマかな、前ヤフーニュースになってたんですけども、なんか海水浴場にタトゥーの人入れません、タトゥー入れ墨入れてる人は入れませんっていう、なんていうんですかね、入場禁止のやってる海水浴場があったんですよ。それに対してタトゥー入れてる人間入れへんのは差別やみたいな感じですね、タトゥー入れてる側の人間が訴えたというか、そういうことを言ってたらしいんですけど、いや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 、自分で入れたんやろと。自分で入れてですね、そういう施設に入れませんって言われてもしょうがないですよ。一般人からしたら怖いっすもん。僕もあんまり行かないですけども、昔その海みたいなのに友達に誘われて行った時に、やっぱそういう集団が固まってますね。類は友を呼ぶじゃなくて、もう和彫りのお兄さんたちのグループみたいなのが横に集団にいたんですよ。10人ぐらい。やっぱああいうのが横にいると怖いっすからね。例えばビーチバレーとかしてて、そっとかに飛んで行っても、ちょっとやばそうですからね。なんでまあ、やめてほしいし、そう、商売の邪魔になるんでね。そういう人がいるとね、と思いますよ。だからまあそう言われてもね、しょうがないと思いますよ。海とか銭湯とかね、子供とかもね、怖がりますし、だから別にこれは、僕はその匿名希望さんの偏見とかではないと思います。で、入れる人は別に勝手に入れたらいいと思いますけども、そういうとこで入れませんとか、入場禁止ですって言われても文句を言わない。そういう風にしておいてほしいと思いますね。自分でそれを覚悟で入れたんやろっていう話なんでね。子供とかに怖がられたりとかね、それして嬉しいかって話なんで、子供怖がりますよ、そら。そうそうそう、恐怖心ね、煽りますから。はい、ということで、これは僕は仕方ないと思いますし、まあ当然のことだと思いますね。動画が面白いと思ってくれた方は高評価、チャンネル登録お願いします。パワーストーンはただの石、質問いつでもお待ちしております。